どうも、プレ版予約争奪戦で負けた男、ザオリーマンです。今回は普通のガンダムハルトを作っていきます。最終決戦仕様のサバーニャとハルートが作りたかったんですけれども、予約争奪戦に負けてしまいました。その代わりにマニューバストライカーは一時で買いました。今現在のガンプラの入手の仕方ってまさにゼロサムゲームですよね。誰かが入手したら誰かが負けるっていうね、もう誰も得しないですよね、本当に。本当に嫌ですよ。得をしてるのは某大阪の転売問屋だけ。まあ二次予約ができましたんで、また4月に届いたら作っていきたいと思います。はい、今回は通常版のガンダムハルートを作っていきます。キットナンバーは00の68番。キットが2010年、お値段は税込み1980円。00のキットがもう12年前になるっていうのはほん信じられない。本当に信じられない。道理でおじさんになるわけだよ。もちろんのこと、モビルスーツ形態から飛行形態に変形させることが可能になっております。これは楽しみですね。青春のキット、いざ参ろう。1,2,3,4,5 説明書。ねえ、何してんの？もう何してんだよ。お前マジででかくなったよな最近。ランナーを並べてみました。ランナーは全部で8枚になります。多色成型のランナーは1枚のみ入っていました。ランナーは全て2010年製のガンダムハルートの新規造形ランナーになります。あとポリキャップとホイールシールが付属。アリオスガンダムと GN アーチャーの機能を一つにした可変モビルスーツ。背中に装備してある GN キャノンであったり GN ミサイルコンテナがかなり特徴的なデザインになっていて、好きな方は本当に好きなデザインになっているのではないでしょうか。武装は GN ソードライフル、 GN キャノン、GN シザービット、 GN ミサイルコンテナ。パーツリストになります。余剰パーツは特に余らない作りになっています。厚みよう HG ガンダム00シリーズ、可変機構などハルートへとつながる開発系譜を HG シリーズで確かめてみよう。売ってない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 、ハルートへとつながる開発系譜確認できねえじゃねえかよ。ちなみにプレ版から出ている最終決戦仕様と通常版との違いは、大型ブースターが装備、マルト用の頭部が付属、 GN シザービットも付属、あとディスプレイベースが付属するそうです。最終決戦仕様に備えて作っていきたいと思います。まずはボディから組み立てていきます。完成度は高そうなキットですが、まだポリキャップ全盛期のキットですね。パーツ分割による色分けも細かくされています。2010年といえばこの時代くらいからガンプラがおかしいほど完成度が高くなってきましたよね。頭部の根元はポリキャップ、胸部装甲を取り付け、ボディ完成しました。色分け再現レベルが高すぎてちょっと衝撃を受けてしまいます。よくできていますね。胸部のデザインが前方にとんがっていて、ガンダムとしてはかなり奇抜なデザインになっていますね。よく作り込まれていますが、腕部の接続口や頭部の根元もポリキャップになっているのは時代を感じますね。よく見てみたんですが、合わせ目らしきものは特に見当たりませんでした。パーツとパーツの間にもちゃんと段落ち処理が入っています。親切設計ですね。続きまして頭部を作っていきます。マスクとツインアイのパーツは別パーツ化されています。この顎のとんがり具合がキュリオスの開発系譜っていう感じが伝わってきますね。ツインアイはホイールシールが用意されています。頭部の外装は横からはめ込むタイプ、正面にもパーツを取り付け、ツインアイにかぶさるようにクリアパーツのバイザーが設置されています。珍しい形状のアンテナを取り付け、さらにアンテナを取り付け、合計4個のアンテナを取り付けます。頭部をボディに接続、ポリキャップ、頭部が完成しました。アンテナといい、かなり特徴的な顔立ちになっていますね。いや、これはこれでかっこいいよ。合わせ目を見ていきます。頭部のパーツは左右から挟み込むタイプになるので、中央に合わせ目が発生します。最終決戦仕様だとマルトモードの新規造形パーツが付属するので楽しみですね。4月に届くのであと2ヶ月待ちきれない。プレ版の1時でもう届いたって方がレビューしてたりするんですけれども、もう羨ましくてね。いやー、もうみんな持ってないならいいんですけども、持ってる人がいるっていう時点でもう欲しくなっちゃいますね。片玉を作っていきます。オレンジのパーツをはめはめ、パーツカットが下手なだけなんですけれども、ゲート跡は比較的目立つ場所に結構あります。ダブル OK おなじみの関節パーツの丸い部分ですね。ここはホイールシールが内側に用意されています。その上からクリアパーツをかぶせるような形になります。今回はレビューなのでホイールシールは貼らないでいきたいと思います。前腕部は挟み込むタイプ、合わせ目が発生します。前腕部に装甲を取り付け、さらに上から取り付け、肘関節はポリキャップで接続、肩幅は軸とポリキャップで接続、ハンドパーツはボールジョイントとポリキャップで接続。左腕完成しました。合わせ目箇所からチェックしていきます。肩幅は2パーツ構成になっていて、中央に合わせ目
が発生します。裏面にも一部合わせ目が発生します。二度腕はワンパーツ、肘関節は段落ち処理、前腕部に合わせ目、合わせ目箇所はそのぐらいになります。続いて可動域チェックしていきます。腕部根元のボールジョイントは上下に可動させることができます。肩幅は大きくスイング、二の腕はロール、肘関節は二重関節にはなっていません。限界でここまで曲げることができます。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動はしますが、前腕部の走行が若干邪魔をします。左腕と右腕が完成しました。ドッキングしていきましょう。右腕をドッキング、ボールジョイントとポリキャップ、左腕もドッキング、ボールジョイントとポリキャップ。笑いが出るほどかっこいいデザインになっています。キュリオスもそうでしたが、このツンツンした尖ったデザインがまたたまらないですね。肩アーマーの接続口がかなり長めに設定されていて、すごい動くようになってますね。これは斬新な作りだ。靴パーツを作っていきます。まずはかかと、変形キットあるあるのつま先が稼働するタイプ、ダブルO系列で特徴的なバーニアを取り付け、 GN ミサイルではございません。前回間違えました。コメントでいつも丁寧に教えていただき誠にありがとうございます。昨日のレーダーガンダムの動画をミョルミルをニョルミルって言っちゃったよ。膝下の走行パーツを取り付け、膝関節から上がスライドする作りになっています。よくできていますね。太ももの走行パーツはワンパーツ、膝アーマーを接続、靴パーツはボールジョイントとポリキャップ、足パーツ完成しました。合わせ目から見ていきましょう。太ももはワンパーツ、膝関節は合わせ目は出ません。膝アーマー裏はスカスカ、膝下の走行は2パーツ構成になるので中央に合わせ目、裏側も2パーツ構成になるので中央に合わせ目が発生します。足裏は深めの肉抜き穴ががっつりと入っています。可動箇所をチェックしていきます。膝関節は昔ながらの二重関節になっていて、限界でここまで曲げることができます。可変器っていうこともあって膝関節はめちゃくちゃ曲がりますね。膝アーマーの白いパーツは稼働するかと思ったら動きません。オレンジ色のアンクルアーマーらしきパーツは稼働、スパーツ根元はボールジョイントで柔軟に稼働します。あと可変時に使われるとは思うんですけれども、膝から上が伸縮するようになっています。また後で詳しく見ていきたいと思います。腰部を作っていきます。なかなか変わった作りになっていますね。腰パーツはとっても不思議な作りになっています。なぜかここにクリアパーツを挿入、走行を取り付け、ポリキャップの上から関節パーツを取り付け、めちゃくちゃ硬いぞこれ。ポリキャップに足関節の根元を入れることができました。めちゃくちゃ硬いですね。無理やり押し込んでやっと入ったっていう感じです。フロントアーマーは2パーツ構成、ポリキャップで接続、このパーツがリアアーマーで1パーツ、かなりシンプル、ボールジョイントで接続、とっても斬新な腰パーツ完成しました。特にサイドアーマーはないみたいです。アーマー裏は裏打ちとかディテールはないので肉抜き穴が発生しています。それでは足パーツ接続していきます。軸とポリキャップ、左足も接続、軸とポリキャップ、フロントアーマーが若干取れやすいですね。下半身と上半身をドッキングしていきます。その前に腹部のパーツを取り付け、上半身はボールジョイントとポリキャップ、とりあえず本体が完成しました。ダブルO系列のキットっていうこともあって、やっぱりスタイリッシュな作りになっていますね。よく見ると胸部の形状はエクリプスガンダムにも似たような感じがしますね。バックパックと武装類がなかったらちょっと寂しいので作っていきます。 GN ミサイルコンテナを作っていきます。大量の、本当に大量のポリキャップを埋めていきます。合計ポリキャップを5つ取り付け、飛行形態の先端の部分を作っていきます。この部分がコックピットハッチで、設定色ではレッドになっています。ホイールシールが別途用意されています。クリアパーツを取り付け、ホワイトのパーツを取り付け、GN ミサイルコンテナ本体のパーツを作っていきます。2パーツ構成、 GN ミサイルコンテナを接続、軸とポリキャップ、このパーツは折りたためるようになっています。これがバックパックの中央のパーツになります。合わせ目箇所を見ていきましょう。飛行形態の先端の部分は中央に合わせ目が発生、他は特に合わせ目は見当たらない作りになっています。素晴らしいですね。続きまして GN キャノンを作っていきます。ここはかなり大きなパーツで2パーツ構成もなか、仮組だとダボカットは必須になってくると思います。オレンジのパーツを取り付け、こういった大きいパーツもストレスなくはめ込めるのはさすがバンダイといった作りになってますね。合わせ目箇所を見ていきます。この黒いパーツとオレンジのパーツはワンパーツなので合わせ目は出ません。2パーツ構成のグレーのパーツは中央に合わせ目が発生します。ぐるりと合わせ目が発生しますので、合わせ目を消す場合はかなり厄介になってきます。 GN キャノンに接続、ボールジョイントとポリキャップ、バックパックに接続、 GN キャノンが重たいので保持力が心配でしたが、意外にもしっかりと保持をしてくれます。反対側も取り
付け、かなり大きめのバックパックが完成しました。本体よりもサイズ感はかなり大きめ、もうどちらが本体かよく分からなくなってきますね。バックパックを接続していきます。バックパックは腰パーツ、お尻ら辺からジョイントパーツが伸びていますね。保持力は一切問題はありませんですが、間違いなく自立させることは困難ですよね。そこまで重心が後ろに傾かないので自立させることができました。素晴らしいですね。これはかっこいいな。最後に GN ソードライフルという武装を作っていきます。この部分がスライドするような作りになっていますね。オレンジのパーツは挟み込むような作りになっているので合わせ目が発生します。ソードの刃部分にはクリアパーツが使用されています。本体に接続、 GN ソードライフルは先端が開閉してカニさんみたいにすることができます。ガンダムハルト完成しました。付属品見ていきましょう。 GN ソードライフルが2丁以上になります。それでは詳しく見ていきましょう。それでは可動域からチェックしていきます。まずは頭部から。頭部の接続はポリキャップ、上を見上げるとこのぐらいまで上げることができます。顎を引いたら限界でここまで下げることができます。横のひねりを見ていきます。干渉するものは特にはないので1回転させることができました。上半身のひねりを見ていきます。腹部がリアーマーに干渉してしまうためここまでしか回すことはできません。続きまして肩アーマーの動きを見ていきます。肩アーマーはボールジョイントとポリキャップでの接続になっていてかなり柔軟に動かすことができます。すごいですね。肩アーマーを上へ上げると限界でここまで上げることができます。腕部を目いっぱい上げてみました。このぐらいまで動かすことができます。可動域に関しては申し分のない作りになっていますね。続きまして足の開きを見ていきます。足の開きはこのぐらいが限界になっています。続きまして当チャンネルのルーチンワーク、膝立ちをさせていきたいと思います。フロントアーマーがこのキットはかなり取れやすい作りになっていますね。その他のパーツは特に取れやすいところはありませんでした。 GN キャノンが少し邪魔をするので角度を整えてあげると。ガンダムハルトの膝立ち完成しました。とても美しいです。もうびっくりしました。これだけバックパックの背負い物が重たいのにすごい綺麗な膝立ちをさせることができます。横から見たら GN キャノンが邪魔をしてよくわからないんですけれども、腕もしっかりと上がりますし、背筋から太もも、膝頭まで一直線にまっすぐに直線が出ています。素晴らしいですね。正面から見たらフロントアーマーが外れやすいので足は少し横側に反らしてあげないといけない作りになっています。ですがこれだけ重武装を抱えていながらこれだけの膝立ちができるっていうのは本当にすごいキットになってますね。この腕の上げ方が大喜びしてるみたいで可愛いハルトだな。腰パーツの股下ですが、ここはアクションベース用の 3mm ジョイント穴が開いています。アクションベースを使わない際はハッチみたいなのがあって閉じることができるようになっています。素晴らしいですね。続きまして武装を持たせてアクションポーズを取らせていきたいと思います。手持ち武装は GN 武装ライフルのみになります。この状態がソードモード、グレーの持ち手の部分が展開するようになっています。持ち手のグリップも展開します。この状態がライフルモード、さらに黒部分を展開させることもできます。こういった武装はキュリオスとアリオスから引き継がれてますね。続きまして飛行形態へ変形をさせていきます。まずは頭部を上げると、胸パーツを前方へ引き出します。すごいですねこれ本当に。上側に上げると、肩アーマーを上に上げて頭部を挟んでいきます。肩アーマーで頭を挟む感じはキュリオスの変形に似ていますね。腕を横になじませると、変形させる際は足元がくねくねするのでスタンドを使った方がやりやすいかと思います。続きまして足パーツをいじっていきます。フロントアーマーを外すと、
つま先をとんがらせてアンクルアーマーを下げる。脚部を短く伸縮させようと思ったらもう短い状態に最初からなってました。ってことは短足の状態で普通に飾ってたんだ。すみません、ちょっと見せてましたね。で短くすると膝アーマーが伸縮のロックの役割を果たしてるんですね。おー、気づくのが遅くなっちゃったよ。ボディの変形はキュリオスにかなり似た作りになっています。GN キャノンを整えてあげたら飛行形態の先端になるパーツを上からかぶせると、この状態でアクションベースを横にすればそのまま飾ることができますね。ミサイルコンテナも後ろに下げてあげます。もうめちゃくちゃかっこいいぞこれ。マジでかっこいいな。これは完成度がえげつない。めちゃくちゃよく作り込まれてる。 GN キャノンの側面に GN ソドライフルを取り付け、反対側も取り付けたら飛行形態へ変形完了になります。めちゃくちゃかっこいい。本当にかっこいい。通常版には付属しませんが、 GN シザービットはこのサイドコンテナの内部に格納される設定になっているみたいです。ちなみにサイドコンテナの先端部分に内蔵されているのが GN キャノン。それでは回していきましょう。続きまして、ホイールシール補填箇所と塗り分け箇所をチェックしていきます。完成見本に印をつけてみました。ホイールシールでの補填は最低限に抑えられていて、 HG にしては高いレベルでパーツ分割による色分けが再現されています。頭部バイザーのクリアパーツもクリアブルーなどで塗装するだけでも見栄えが良くなりそうですね。あとこのガンダムハルードのランナーを利用して作られたガンダムザラキエルも積んでいるので、また作ってハルードと比較してみたいと思います。ビルド系のキットは元のキットが優秀なものが多いので、デザインは好みが分かれますが、完成度の高いものが多いですよね。はい、 HG ガンダムハルトを作ってみました。プロポーションが良く、色分け再現も素晴らしく、合わせ目も少ない、変形ギミックまでかっこよく決まってしまうという完成度の非常に高いキットになっていました。もう12年前のキットになりますが、今現在のキットと比較しても見劣りしない素晴らしい作りになっています。あえて欠点を絞り出すと、フロントアーマーが外れやすいぐらいだと思います。このデザインで自立までできてしまうのは開発時の努力を感じてしまいますね。ですがアクションポーズを取らせるときはスタンドが必須になってくると思います。以上がレビューになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。